やばい、急に。どうした？今大丈夫？ちょ、2キロ太った。知らんがな。走ってきて。走ってきて、どころ？ちょっと銭湯でちょっと、大丈夫かって。もったいないことが言ったのに。ちょ、行くわ。ちょ、もう行くわ。ごめん、もう行くわ。ありがとう、聞いてくれて。そんだけかい。ちょ、やばい、ごめん、やばい。ごめん、大丈夫今、ちょっと。ごめん、大丈夫。今日、昼さ、なんか俺、飯めっちゃ食べたの、昼ね。なんかその、外食でめっちゃ食べて。で、夜、なんかその、抑えようみたいな思って。で、なんかその、なんかサラダ食べようみたいな思ったのよ。で、コンビニ行って。で、なんかラーメン、買っちゃったな、コンビニで。なんで慌ててる？もう取り返す、帰るの、どうしよう。知らん、走ったら。ちょ、行かない。どこ、何や？ごめん、ハンバーグで、なんかホワイトソースチーズかかってるみたいなやつ。昨日食べて、めっちゃうまかった。知らんかった。なんで走って伝えたの？昨日走ってたの？ごめん、ちょ、行かないけど。ごめん、すみません、大丈夫今、ごめん。忙しい時とかやったら、全然無視とかしてもらうかもしれない。それ、さっきやまっとくわ、それは。あー、でもなんかその、さくらちゃんのお兄ちゃんに対する感じと似てるかもな。どういう意味？さくらちゃんのお兄ちゃんに対する感じと似てるかもな。あ、そうなの？さくらちゃんの。知らんから、うん。もうちょっと、行かないけよ。何が？来んなや。ごめん。竹内、一回来て。ごめん。ごめん。一回来て。ごめん、マジごめん。来て。今、大丈夫。ごめん。何やねん。こっちのセリフや。何もないの？あんまないけど。何がおかしい。なんで焦ってたん？焦ってない。いや、完全に嘘ついてる。ごめん、もう行くわ。何？ごめん、ちょっと。なんで勝ち取る？